皆さんこんにちは市民オペラセビリアの理髪師ドタバタラブコメディを開催します伊丹市民オペラ公演実行委員会は来年3月25日日曜日午後2時通り伊丹ホールで第32回伊丹市民オペラセビリアの理髪師を開催します 伊丹市内の音楽家が中心となり市民も参加する定期公演です。町の便利屋ヤでリハツ氏のフィガロがさまざまな邪魔が入る中、伯爵と町一番の美女との恋を成就すべく大奮闘する物語です。S 席五千五百円、A 席五千円、B 席三千五百円です。当日券は各五百円増しとなっています。 また、伊丹市内在住・在学の中高生の伊丹子席は1000円です連席指定となっていますチケットは伊丹アイフォニックホール通り伊丹ホールチケットピアで販売しますお問い合わせは伊丹アイフォニックホール072-780-2110までお願いしますそれでは今回の伊丹だより スタートです。ゲストコーナーは街のお財布、市の財政についてです。普段あまり馴染みのない財政について、市民の皆さんに広く知ってもらうため。伊丹市では冊子を発行するなど、さまざまな取り組みを行っています。 今回は財政企画課の小溝さんにお越しいただき財政に関するお話を伺っていきたいと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いいたします伊丹、えー、市では、えー、市の財政を分かりやすく解説した 伊丹市の財政ほんまに大丈夫という冊子が作られています、えー、今年の11月、えー、より分かりやすく読みやすくするように、えー、この冊子の内容を一新されたということなんですがまあ、どのような冊子になったんでしょうかはい、えー、そうなんです、えー、まずですねこちらご覧いただきたいんですけれども、はいえー、27年度版のほんまに大丈夫の冊子になっております、うん ご覧いただきました通り上段がえ漫画になっておりまして下段がその解説という形になっておりました、うん、でこの28年度版の頑張ってます伊丹氏の財政なんですけれどもえこちらまず前半の3分の1がえ漫画編というふうになってございます でえー、残りの3分の2が、えー、資料編というふうになってまして、うん、まず最初中学生高校生の皆さんにもご覧いただきやすいように漫画編で読んでいただいて、えー、その詳細について、えー、こちら資料編ですねで、えーまあ、具体的な数値等を用いまして、えー、いろいろ見ていただけるような形になっておりますでさらにはですねトピックという形でですね、えー、こちらですがえー、と トピックとして伊丹市の事業において、どれぐらいのコストがかかっているのかをクイズで出題しました。り、あと、伊丹市の内容だけではなく、他市との比較を用いるなど、多様な視点で伊丹市の財政についてご覧いただけるような形となっております。うん、はい、いまあ、確かにね。財政って聞きますとね。うん、もうひたすらなんかこう難しいとか分かりにくい、ね、っていう感じにね。えー、まあ、馴染みのないものとして捉えてしまうんです。けれども、もまあ、こんな風に漫画になってたり。 ね、すると、まあ、まあ入りやすいというか、まあ、いつの間にか読めてしまうみたいなところはありますもんね。で,ね、はい、でまた資料編についても少し難しい内容なんかが出てきてもクイズになっているので、まあ、解いてみようかなとかそういうふうになるので興味をなんか引いいいいててくれるる内容になってるかなっかとと思まますすありがとうございます、はい、そしてあ内容についても大きく変わっておりまして、うん、これまでの,あの「ほんまに大丈夫」においては、えー、本当にその名の通り「ほんまに大丈夫なん?」という視点で 伊丹市の財政について書かせていただいてたんですけれどもこの28年度版の「頑張ってます伊丹市の財政」では。 これまで取り組んできたさまざまな行財政改革によって少しずつ伊丹市の財政状況が良くなってきたという内容を書かせていただいておるところですで題名につきましても先ほどから申し上げておりますとおり「うん、ほんまに大丈夫伊丹市の財政」から「頑張ってますせ伊丹市の財政」へというふうに一新させていただきました。うん これまでは少し心配が残る市の財政状況だったものが、まあ、行財政改革、まあ、要はえ市職員の方々による無駄を削減するという努力の結果、まあ、良好な状況になってきたという内容が反映されているとといううことなんです、ね、そうですすねねそ、うん、確かにおっしゃる通り一定良好な状態と言えます、うんうん、ただあの、完全に心配事がなくなったというわけではないんですね。えー、従来の冊子からも 書いてありります通り福祉医療に関する経費の増大ですとか公共施設の老朽化の改修経費の増大また市税税収の伸び悩みということは継続的な課題として考えられております。 特に福祉医療に関する経費なんですがこれあの扶助費というんですけれども28年度は205億円を突破するという過去最大の規模となっていましてまたそれに対して少子化に伴って税収の伸び悩みというのはやはりあの課題として考えなければならないというふうには考えておるところです。しかしまああの一定行財政改革の取り組みによる効果によって今は良好な状態をまあキープできていると。 いうことで、これからも引き続きその良好な状態をキープするために、えー、頑張っていこう。まさに頑張っていきますへという内容になっておるところです。<laughs> なるほど、題名、はい、の依頼はそういうことだったんですね。そうですね。はあ、まあ確かにこれらの課題はまあ簡単になくなるものではなさそうかなということなんで、まあ長い目で取り組んでいく必要がありそうかなということですね。えー、ちなみにこれまでどんな行財政改革を行ってきたんでしょうか。はい、えー、例えばですね、この二十八年度は。 有利な財源である国の経済対策を有効に活用して 小学校の大規模改修を実施させていただいたんですけれども、うんうん、これあの市の負担を少,少しでも少なくして事業を実施させていただいたということなんですうんなるほどね負担は少なくそれでいていろいろな取り組みを実施していただくいろいろと工夫しながらまさに頑張ってますせということなんですね。はい,はいまあ、引き続き無駄の削減といいますが、えー、行財政改革に取り組んでいただきたいなと思いますはい、はい頑張っていきます。 ただです、ね、あの行財政改革に、えー、よって、まあ、節約するばかりではなく、うん、市の魅力を上げていく事業についても一定取り組んでおるところです。で例えば28年度においては えー、中学校給食センターの整備ですとか、あと安全安心見守りカメラの設置ですとかが挙げられると思います。はい、あのまあ確か市内に100台、えー、整備されたというそのカメラですよね、はいうん。中学校給食センターも整備されまして、今年の6月からなんと中学校給食始まったんですよね。はい、まあ私も母親ですけれどもね、子供を持つ親としても給食が始まるととても安心なんで、はい、あり,いますありがとうございますね。 これらの取り組みは、うんまあ、市民の皆さんが安心して、まあ、あの住んでいただけるようにと、まあ、あの取り組んでいる内容なんですけれども、まあ、このように、えー、無駄の削減と市の魅力を上げていく事業というのを一体となって、えー、推し進めることによってあの住民の皆さんがあこ,れあこれまでもそしてこれからも住み続けたいと思っていただけるようなまちづくりを進めていきたいと考えております。 市職員の皆さんに双方の視点から、えー、さらに魅力ある街にしていただけると市民としても非常に嬉しいということですよね。はい、えー、ま今後も頑張っていただきたいです。それにしてもね、まあ、この頑張ってます伊丹市の財政なんですが、もう漫画もですねこのおなじみのキャラクターねこちらですけれどもね、はいタミちゃん一家が今までよりも分かりやすいんですよね財政について説明してくれるのでね私本当すぐ 読めちゃうって感じなんですけれどもねそしてこの資料編ですかねについても、えー、一問一答形式になっているので、えー、財政についても、えー、疑問を分かりやすく回答してくれているので端的で本当に読みやすいですね。はい ありがとうございます。この一問一答方式については、えー、このま練り始めた当初から取り入れたいというふうに思っておったんです。またあのクイズについてもいろいろなところからこところに出てくると思うんですけれども、うん、えこれ実はとある高校生からの提案でもあるんですね。 これまで財政企画課では出前講座を毎年実施させていただいておりましてでその高校生の方も去年中学生の時にその出前講座を受けてくれてましてでその出前講座で財政について興味を持ったということで今年の8月に 財政企画課の方に来ていただきまして一緒に仕事をさせていただいたんですねでその時にこの冊子についても見てもらって素直な意見が欲しいということでお願いしたところ内容をまあ解説だけずらずらと書かれているよりもどちらかというとクイズ形式にしてもらっている方がまあ解いてやろうと思うんですというふうに意見をいただいたのでリニューアルにあたってこの意見を取り入れさせていただきました。 はいまあ、市職員の皆さんだけでなくまあ北高校の高校生の皆さんひいては市民の皆さんの意見も取り入れた冊子として一新されたとということなんですね北高生の方にも、ね、ぜひえ完成した冊子を読んでほしいなというところなんですけれどもところでこの頑張ってまして伊丹市の財政ですがどこで配布されているんでしょうか。こちらでですすね市役所をはじめ市所分室でもおお配りりさせてていいただいております また市内の各公共施設痛みホールですとかラスタホールでもお配りさせていただいておりますのでえ皆さん手に取ってご覧いただければと思いますまたえ市のホームページでも、えー、見ていただくことができますので、うん、皆さん気軽に見ていただければというふうに思いますはいぜひね多くの方に手に取っていただいてまあ市の財政についてより深く知っていただきたいなと思いますこの 頑張ってます。伊丹市の財政に関するお問い合わせなんですが。伊丹市財政企画課。零七二七八四の八零二八までお願いします。はい、小溝さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。